お疲れ様です、ひげおじです。はい、今日は100万円あったら何に使いますか。出た、100万円、結構生々しい金額ですね。100万円あったら何したいか。100万、多分割と瞬殺で使い切る自信はあります。私大人ですから。なんだろう、100万円あったら、あのね、過去の例でいうと、じゃあ100万円を使い切った時の話になるんですけども、一番最初にやったのはね、パソコン買いました。まあ、なんて言ったらいいのかな、簡単に言うと、ビデオボード2枚差し で CPU をサーバー用の、エクストリームタイプの、CPU にして、かつハードディスクに関しては SSD、それをレイド構成で、まあ、作ると、ちょっと難しくね、じゃあ皆さん、あの詳しい人より難しく言うと、まあ、とんでもなくハイスペックな PC、ドエリア PC をですね、作った時に75万使いましたと。なんで割とでプラスして周辺機器とかで10万ぐらい使ったから、まあ、その時点でもほぼほぼ終了だよね。あと他に100万使ったパターン、あったあった。100万使った時にはこれもね、あの難しく言うと、ワンワールドっていう、まあ、あの航空会社のね、あの団体みたいなのがあるんですけど、まあ、いわゆる ANA とか JAL とかそういったいわゆる各航空会社がこう一つになってワンワールドっていうのを作ったりとする。他にもね、あの ANA はスターアライアンスかな。でそのワンワールドっていうのを使って世界一周チケットっていうのを購入し、東京からアメリカに行って、アメリカからペルーか、ペルー行ってチリに行って、でチリから1回アメリカを経由した上でロンドンに飛び、でそこから電車で移動したんで、そこは使わなかったんだけど、ドイツから香港に飛んで、で香港でそして成田に帰る、東京に帰るっていうので、そこの宿泊、食事、まあ服とかね、そういったものもろもろ込みで多分100万ぐらい使ったんじゃないかなと思います。っていうぐらいでね、100万っていうのは。でじゃあ今僕が100万あったらどうするか。まずね、簡単に言うとね、パソコンは今十分だ。あと多分 2,3 年は戦えるパソコンにしてるんで、それ用の貯金に100万を残したいっていうのが本音。ただそれ以外に、じゃあもうすぐ使わなきゃいけないと、もう今日明日ね、もしかしたら僕はもう死んでしまうかもしれません、ね、どっかで戦争が始まるかもしれません。お、これ時事ネタだね、はい。これ大丈夫か、テロップ出しといてね、はい、これ4月12日に、はい、収録したものですっていうのがね、ちょっとシャレにならないんで、はい、ってことを考えたときに、すぐにじゃあ何を100万使うか。募金ないね、寄付だね、寄付しちゃうわきっと俺。ああいいやつ、ああ好感度上がった、今高評価ボタン超されてる。うわ、どうしよう、もうだからもうすげえ寄付しちゃう。嘘とは言いづらいですけど、実際問題なんだろう、今あんまり我欲ねえな、我欲、我の欲ね、我欲がないので。何がいいだろう、100万円、逆にちょっと聞きたい、100万円あったら皆さん何に使いますかと。募金かな、やっぱ俺も恵まれない個人に、ああ高評価ボタンがタスクさん、いやそれ違うわ、それ違う人の話になっちゃうわ、ダメダメ、高評価ボタンによってこう支払う金額変えるとか、プレゼント企画とかも俺のねチャンネルだと微妙だろうしな。あったあった、今日明日でしょ、今日明日ですぐ使って、っていうんであればもう簡単でした、株買います。以上、ひげおじでした。違う動画でお会いしましょう。バイバーイ。皆さんチャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるから、クリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります、そちらの方もご覧ください。それではひげおじでした、バイバイ。